を2枚に一応見て着用するよう強化ダイヤホックスユニフォームの魅力をパス。本日は2014年8月18日から20日までを、ソフトバンク10年目突入を記念してソフトバンクホークステンスシリーズとして行います。8月18日は前にお伝えしましたように大阪鷹の祭典を行います。で8月19、20にはこの初代福岡ダイエーホークスのユニフォームを着用します。左上には福岡のシングアップラインがついておりまして、縦のストライプラインそして、ガチャマンの別名おなじみのヘルメットを着用しての試合となります。それでは代表して質問いただきます。よろしくお願いします。では内川選手、はい、お願いします。まずこの福岡ダイエーホークス国ユニフォームで、はい、今着られていて感想をしておりますよろしいでしょうか。なんかこうすごく新鮮な感じがします。僕は子供の頃あのホークスが初めて福岡に来た時にこのユニフォームで、平和台でやったのを見てましたんで、まあ、ユニフォームは昔のものですけどね、なんか改めて着るとすごくこう新鮮な感じがしてなんかワクワクしますね、はい。まあ、その89年から、92年というと内川選手なんか小学生だったんですけど、はい、当時のこう大英ホークスのことって少しなんか知ってらっしゃることってあるんですか。まあ、知ってることっていうか、いた人はね、アップショー、バナザードとかね、岸川さんもそうだし、藤本博さん、加藤慎さんもそうだしね、小川ヘッドが今日、今そこで会いましたけど、お一番はお前が着るとやっぱり似合うなって言ってもらいました、ね。やっぱその頃のね、ホークスっていうのは、本当に僕らプロ野球に興味を持ち出した頃に、九州でやってるチームだっていうふうに思って見てましたし、なんかその当時の選手たちが着てたユニフォームをね、もう一回僕ら着させてもらえるっていうのはすごくこう歴史を感じる部分もありますしね、すごく嬉しくなりますね。まあ、今回その8月の西武ライオンズ戦で着用することが決まってますけども、はい、まあ、当時平和大学の時の大英ホークスと西武ライオンズでは自分自身、はい、ライバル関係でしたけど、はいはい、すみません、まあ、時を経てリベンジというようなそうですね、まあ、僕はその頃やってないのであんまりその特別な感情というのはないですけども、でもまあ、プロ野球というのがこれだけ長く続いているというのはね、先輩方がずっと受け継いでいただいた伝統というのもすごくあると思いますし、まあ、そういうのをこうもう一回思い出させる意味でもそうですしね、まあ、こういうユニフォームを着てたんだというのも一回ファンの皆さんにも知って、まあ、新たなファンもね、たくさん増えてきていると思いますので、こういう日本の時代があったんだっていうのを見てもらえれば嬉しいなというふうに思います。内川選手ご自身はどんなプレーをしたいなというふうに思ってらっしゃいますか。まあ、どんなプレーというか、今とね、やってることはそんな変わらないと思いますけど、でも元気よくね、本当に僕はワクワクしてますんで、期待自分の姿を見て、もう似合ってんなって正直思いましたし、周りの選手にもどうって聞く前に似合ってるでしょっていうのをまず聞きましたんで、もう本当にワクワク、早く来たくてしょうがないですね、はい。他に質問ある方いらっしゃいますか。ヘルメットの感想聞きたいんですよ。はい、いやもうガッチャマンっていうとね、やっぱりその、やっぱ大ホークスになった時の一番の僕は印象だと思いますんで、いや、いいですね。いや、僕はすごくかっこいいですね。これエースなんで入らないんですけど、かぶりたいです、早く。はい、目がついてるってことですか。はい、目がついてる。ボールがよく見えていいと思います。マッチみたいだね、今のね。目をね、2つじゃなくて4つでね、しっかり見て打てればもっと打てると思いますので、はい。はい、ちなみに当時内川選手がそのガッチャマンヘルメットを見たときどういう印象がありましたか。なんかすげえと思いました。なかなかね、普通こうチームのロゴがここに入ったりとかっていうことはね、普通の野球の当たり前でしたけど、やっぱチームのロゴがなくてそれがそこのチームのものだって分かるスタイルってあんまなかったと思いますんで、うわすげえガッチャマンだと思ってましたよ、ね。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ撮影に入りたいと思います。じゃあまずスティーブさんの方から撮影しましょう。見せてください。はい、持ってます。よろしいでしょうか。はい、そしたらテレビの方どうぞ。
ちょっとよろしいでしょうか。聞けないんでごめんなさい。ちょっと抜けていただいて。椅子どけたまちに。まだポーズですけど。まだ俺は終わってからです。こっちお願いします。これおまけでしょ。いや初めてなんか自分が見る前に見られて嫌だな。